まあ、的が絞りづらいところがまあ強みじゃないかなと思います。最初はやっぱりディフェンスがちょっと不安定だったんですけど、終盤はディフェンスで守り勝つっていう試合もあったので、そこら辺は成長できたところだと思います。ここから先は結果こそ全て、まあ、声援も本当に素晴らしいものがあるので、まあ、やっぱりチームの一員といいますか、あの皆さんの前でリベンジをしっかり果たして、そこで波に乗れたらいいなと思っているので、まず、僕ららしいプレーをして勝ちたいと思います。